なんとかなりそうかも。え、嘘。あんなにダメっぽかったのに。悪かったね。まあ、これを組み立て直すって大仕事が残ってるけど。それが終わったら出発できそう？そうだね。長居するとまずそうなのはよくわかったし。そう、よかった。もう何時間も根を詰めっぱなしでしょ？大丈夫？疲れてない？昼食休憩の機会が誰かさんに奪われたこともあってね。代わりにクラッカーをあげたじゃないですか。まあ、僕は大丈夫。もう一頑張りする。君ももう行っていいよ。大体の人とは顔合わせしたような気がするし。多分あと二人会ってない人がいるかな。もうちょっといるよ。どうせ暇だから帰ってきたわけだし、することもないし。52人の男友達と遊ぶ選択肢はなかったの？全言撤回。暇したいから帰ってきたの。町暮らしは面倒も多くて。52人からのメール攻めとかさ。そっか。ごめん。52人は嘘。なんでそんな嘘を？春秋さんに対する牽制？ねえ、彼女に振られたって本当？本当だって。そっか。なんならこれ、乗っていく？え？これって二人乗りなんだ。もちろん。一応、タンデム用のヘルメットも吊るしてきてるし、まだ乾いてないけど、僕はこのままここを出ていくから、その便で、ちえみちゃんも外に出るのが都合良ければってことになるけど、ついでに、ロングツーリングしてみる？時間さえあれば、どこへだって行くよ。いいね、素敵。都合、問題ないよ。じゃあ、荷物まとめてくるね。急いだ方がいいよ。ちえみさんの気が変わらないうちにね。はいはい、もちろん。
足を見と毛が生えり、大丈夫？ごめん、すぐ作業に戻るから。何言ってるの？もうダメ、間に合わない。荒木さんも隠れて。何やってんだ千恵美、とっとと部屋に戻れ。でも荒木さんが。ちっ、ほっとけそんなよそ者。俺はおやっさんと他の連中んち回るから絶対戻れよ千恵美。ここなら、なんとか。本当、何事なんだ？確かにすごい霧だけど、そんな慌てることじゃ。いい、春明さん。詳しく説明してる時間はない。だから、お願いだから、今から言うことを絶対に守って。今から一晩、ここに入って、鍵をかけて、絶対に、物音一つ立てないで。
またとんでもない指示が来たもんだ。春明さん、言っとくけど相当な無茶ぶりだからね。ノルマクリアの暁には相当な見返りと説明を要求するから。うん、いいよ、全部話す。だから今晩を生き延びて。じゃあね。君も急ぐんでしょ。うん、それじゃ。春秋さん。何？明日言うから。今から一晩ここに入って鍵をかけて、絶対に物音一つ立てないで。うん、いいよ、全部話す。だから今晩を生き延びて。
今から一晩ここに入って鍵をかけて、絶対に物音一つ立てないで。今から一晩ここに入って鍵をかけて、絶対に物音一つ立てないで。
まだ動いてんぞ。呼び人じゃ、泣きにせえ。さよなら、春明さん。宴が始まりました。狼をくぐる。よっ、やっちまったな大将。ん？俺のことはまあ気にすんな。取るに足らねえインターフェース的なキャラクターさ。羊とでも呼べよ。ここは夢と夢の狭間。妻子春秋とかいう野郎には見えねえから、まあ安心してくつろぎな。つってもあんま長っちりはできねえかな。俺は忙しいんだ。ちゃっちゃと進めんぞ。ヒントコーナーにふさわしく、大将が困らねえようにありがてえ助言をいくつかくれてやるぜ。まずゲーム的なあれこれを最初に言っておこう。さっきやっちまったと言ったが、実は大将が最初にここに来るのは確定事項だ。つうのも、選べる選択肢は一つしかなかったろ。その下は何か、タギマークみてえなのが出て、選べなかったはずだ。おっと。だからって、最初の、芹沢千恵美との薄らバカ問答を選び直しても無意味だぜ。あの、どれを選んでも分岐はしねえ。チュートリアルでも一応解説したが、念のため、レイジングループの仕組みをおさらいしとくか。大将がさっき実際に食らった通り、レイジングループでは必ず死ぬ。なぜか。防具の選択肢はロックされていて、それを開くためには対応するキーが必要だからさ。キーはシナリオ中に散らばってる。手に入るときは大体命と引き換えさ。だから死は不可避ってわけだ。どうやら不妻子春明の野郎は死んでも記憶を次に持ち越せるらしいな。それを再現したシステムってわけだ。つうわけで、羊さんから大将への最初のアドバイスだ。行き詰まったら死んでみろ。数あるバッドエンドの中にはキーが手に入るものも多い。意外な結末からキーが手に入ることもあるだろうさ。もちろん全部のバッドエンドを見なくても必要なキーを集めて最短クリアすることは可能だ。ま、遊び方は任せるぜ。で、今回のバッドエンド2、題してベンジョマンの最後についてだが、回避するにはキー2が必要だ。だが、次はもう問題ねえ。気づいてるか？ここで死んだとすでに、大将はキー2を入手してる。キー2の内容は、メニューの中にキーってボタンがあるから、そこで見てくれりゃいいんだが、要は、夜出歩いたら死ぬってことを、妻子春明は身をもって知ったわけだ。だからこそ、新しい選択が可能になった。この手の一度つまずく系の死亡エンドは今後も何回かあったら、そこんとこは承知しといてくれな。一方、キーを手に入れるのがずっと先になることもある。キーが手に入るときは赤文字ででっかく表示されるから、今後も要注目だぜ。この後だが、妻子春明は振り出しに戻る。つ
まりゲームの冒頭、バイクで迷ってるシーンだな。最初から読み直してもいいが、今後何十回も死ぬことになるから、その度に読み直してたら大変だ。だから、ある程度状況を把握したら、シナリオチャートを使って、ふっとジャンプしちゃってくれ。大将が一度読み切ったシーンなら、いつでもどこでもどこからでもジャンプが可能だ。便利なもんだぜ、こいつはよ。例えば今この瞬間でも、画面に出てるチャートボタンを押し、ノーム、ダイノ、キュー、悲鳴を追うかに飛んで OK だ。シナリオチャートからのジャンプをガンガン活用するのが、レイジングループ攻略のコツかもな。ちなみにここまでで、ノームは終了。いわば小手調べ、導入が終わったってわけだ。今回解放された選択肢を選べば、いよいよ最初のメインルート、3、読みが始まる。頑張れよ。次にロックされた選択肢が出てきたら、右端の方を見てみな。開くために必要なキーの番号があるはずだ。番号はシナリオチャートにも表示される。どこがロックされてるのか、何番のキーがいるか一目瞭然だ。親切設計だろ。ちなみにこっそり教えてやるけど、1が手に入るのはすっげえ先だ。取りこぼしとかじゃねえから安心して、サクサク次に進んでやってくれ。ずいぶん長くなっちまった。俺は忙しいってのによ。つうわけで、今回はここまで。次も元気に死んでこい。そういう夢だったってわけだ。次はもっとうまくやれ。羊が一匹、羊が二匹。